1975年撮影の沼田市、中心部周辺の空中写真。画像右下に貸し段球が形成されていることがわかる。上越線沼田駅は貸し段球西側のふもとに位置しており、本画像撮影時にはまだ、関越自動車道は建設されていない。1975年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。沼田の貸し団球。本校では群馬県沼田市周辺の貸し団球について述べる。昭和村と沼田市の境の片品川の貸し団球を渡る関越自動車道編品川橋沼田の貸し団球は大規模で形もはっきりしているため日本一美しい貸し団球とも言われている。 片品川沿いに利根川と合流する前の下流域で段差が深くはっきりとした菓子団球が発達しており形がわかりやすいため地理の教材で取り上げられていることが多いタレントのタモリは地理の教科書で見た沼田の菓子団球に興味を持ち上京し一番に沼田を訪れ感動したという菓子団球は沼田以外にも沼田周辺に存在し 水上町月夜野の,の赤谷川と利根川の合流地点周辺にも貸し団球が広がっている。他にも薄根川沿いにも貸し団球があり、沼田公園や上川殿から三部山の麓を見ると川沿いに広がる貸し団球を見ることができる。その他に昭和村の大せから海の瀬にかけての貸し団球などもあり、こちらは日本一美しい貸し団球の一つとされる。 関越自動車道編品川橋の道路付近がおよそだが上部の高さと等しくかなりの高低差があることが伺える。貸し段球の上部と下部の高低差は大きく沼田市街地と JR 上越線沼田駅との高低差は約70メートルある。貸し段球は関越自動車道編品川橋の橋脚付近からも棚田城に広がっていることが確認でき。 より標高の高い市街地や、新坂峠や、天子山、小持山などからは、よりはっきり確認することができる。過去には、沼田周辺の貸し団球や盆地を利用したダムを作る、ダム計画があったが、住民の強い反対により却下された。カシミール 3D による沼田の地形図沼田の貸し団球のある、沼田盆地は古代、湖となっていた、その湖に流れ込む川が、 泥や砂を運び、次第に埋め立てられ、湖は平原へと姿を変え、平原の低い場所に水が流れるようになった。それぞれの川の両岸では、棚田のような階段状の地形を見ることができる。出展、沼田の貸し段球は施設ではないため、目的地を貸し段球ビューポイントとする。ありがとうございます。